じゅっちゃん何縁日だっけ、テロップ。じゅっちゃん何縁日だっけ。こんばんは。じゅっちゃん、じゅっちゃんありがとう。じゅっちゃん当たり前、縁日、頭痛、なんか毎日頭痛。オッケー、オッケー、ありがとうございました。わあ、おうおうだって、なんちゃらおう。10も10回も言った。ということで、お誕生日プレゼントを見せたいです、みんなに。めっちゃ可愛くて今見たんですけど、昨日はもうすぐに寝ちゃって、可愛すぎてやばいんだよね。まずは1つ目、かわいいマカロン、マカロンでございます。よかった、レナの方が顔がちっちゃくてピンクにしとこう。よかった。ちょっと怪しい、ここら辺にして怪しいかも。ほら、ここがかわいい、マカロン風になってて。ちゃんとマカロン風になってんの分かる？クリーム挟んでるの、かわいい。あんまりなんか見てないねんな、詳しく詳しく見てなくて、見れてなくて。かわいい。プニ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 です。かわいい頭の、そう、嬉しい。鏡、実用性があってかわいい。めっちゃかわいい。めっちゃかわいくない？鏡なのかな、本当に。すごい、鏡、使う、めっちゃ使う、めっちゃ使うわ、これはさすがに。かわいいよ、めっちゃかわいいですね。鏡ね、割ったって言ったやん、洗濯機入れて。そっから自分で買ってなくて、いつもいつもファン、あ、やば、危な、大丈夫やった、鏡大丈夫か。いつもなんか何、ここに置いてきましょう。かわいい、めっちゃかわいいやん。見えてなかった、鏡。かわいいです、鏡。めっちゃかわいい。反射とかないかな。んで、おとろに見える。お寿司。今日は早く寝るので、
今日はてか最近マジなんかめっちゃちゃんと健康生活してて本当にストレス、私は健康生活が本当にストレスなんですよ。結構ストレスで、健康に生きるのが本当にストレスなんですよ。朝早いのがとりあえずストレスで、本当に辛くて辛くて最近は、だから声も出なくなってきてるっていう。もう疲れちゃうんですよね健康生活ってね、マジでストレス、健康すぎてストレス健康すぎてストレスです。それのマジ、それのマジで。次、なんか面白いものがさあるわけですよ。何これ、何これ、アンパンマン探そうとかさ、ウォーリーさん探そうみたいな感じになってる。じゃあ探してみたいと思います。まだ見てないのない。昨日めっちゃ眠くてさ、プレゼント持って帰るだけ持って帰ってきて全然見れへんくて。ボンボンリボンのこの紫のお友達ってラララフローラちゃんなんや、知らんかった。ルンルンルルちゃんとミルキーミミちゃんがいます。漢字ドリルはもう持って帰らないですよ、送ってきてもなので送んないでください。しかもさ、ひらがな、本の中に隠れているボンボンリボンちゃんたちがどうしても見つけられないときは28から32ページに答えがあるよ。どうしても見つけられないよ。じゃあまず1ページ目、そういう感じね。どこ発見、あ、違うわ、リボンの色が違った。面白いこれ。手の角度が違ったりするね。やばい、1問目から激ムズやん。なんかいっぱいリボンちゃんがおって一緒やと思ったらリボンの色が違うとか違う手してるとか。え、これじゃないん？あ、リボンの色はいいんかな、買ってて。ちょっとわからんから2ページ目いきます。一旦2ページ目いきます。ボンボンリボンちゃんたちがお家の中からご挨拶。4人はリリーボンボンズっていうダンスチームを組んでいるの。はい、これとこれとおむつ替え探しみたいな感じかな。これだ、うん、発見。お友達がいっぱい、友達それぞれ見本と同じポーズを探してね。チョコイ系はわからないので次です。え、かわいい、めちゃくちゃ。何これ、めっちゃかわいいやん。え、将来保育士になった時に使います。保育士になれるかどうかをさては置いてさて置いて、さておき。え、あっぶない、あぶな、あぶな、やば、反射神経やば。どこまで見えた？危な、危ない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 。天井ね、天井セーフ、天井セーフ、ガチでこんなんやったガチ一瞬危ね。お手紙ね、はいはい、読みますよ。これですね、くぐっとこっかな。じゃあここら辺で、今日はあの両編みなんですよ、その帽子があったからね、くくりたいと思いますよ。せっかく送ってくれてね、紹介だけやったらちょっとあれなんで。コンビ、あ、いいじゃんいいじゃん、あ、いいやんか。はい、ありがとう。じゃーん、歯磨きケースらしいこれかわいい。耳とかにしとこっかな、私の耳これでーすみたいな。顔見えてる、かわいいやん、ほらいいじゃん。は
次。わあ、エプロンだ。エプロン。わあ、マイメロちゃん。クロミちゃん、次はマイメロちゃんです。かわいい。じゃあこれも着ちゃおう。着ます、これも。お料理配信をしろっていうことですかね。はい、頑張ります。忙しくなくなったらやります。言い訳。コメントがもう読む元気がなくて本当にごめんなさい。ちゃんと見てます。でも京都に着いたの？すごいね。これ合ってる？あ、こうですね。はい。んで、ここのボタンね。はい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 。あ、でも見えへんかな。これ来てますよ。ちゃんと来ますね。っていう、あれ？これ合ってるよ。はい、こういう感じでございます。まあ、あと面白いものがあって結構なんか「ちゃんと着てますよ」っていうね。エプロンはね2回目なの。あとタオル、かわいい、めっちゃ嬉しいよ。保育士レナです。今はなんか保育園児か保育士かどっちか分からんな。頭変やしさ、エプロン着て。タオル嬉しい。お風呂が楽しみになるね、これで。あ、なんかいろんな種類なんだ。3種類ですね。ありがとうございます。ちょっと見せるね。これこれとこれと。かわいいね。で最後なんか日傘が届いて冷えさせってことかなって思って、じゃあ開こうかな。あ、顔にしとこ、こっちか。かわいい。これで歩くか外。通報されそう。おかしい人がいるんですけど。どう？これ見つけてくださいね。これを街中で 見かけたら迷わず「かきれなだ」ってつけてください。 OK ですか？ OK ですか？可愛いよね。みんなセンスあるわ。これは。まあさすがに傘はね、もうちょっと家の中でおかしい人になっちゃうので、これ以上は。頭硬っ。うい。あ、これね、飛び跳ねてるぐらいで。あ、マイメロが見えへん。はいはいはい、こうね。嬉しいですね。まだあるんですけど、ちょっと遠くにあって。え、今日ね、セブンに行ったんですよ。セブンに行ったらワンピースの一番くじが400円になってて、マジラストワン持ってないから、全部買おうと思ったんですよ。なんか、残り16個かな。わからんけど。何個か忘れたけど。でもなんか6000円ぐらいで、全部揃うんやけど、欲しいのがなくてラストワンしか欲しくなくて、他全部持ってたから諦めました。でもラストワンは A 賞と似てるんですよ、ルフィが。 A 賞は持ってるから諦めた。いいやと思って。まあ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 、
しかもケースもさマイメロで可愛いんですよ。これがまた取ってきたいけどな。ちょっと待って、ちょい待ち、ちょっとみんなの紹介して取らへんのは違う、紹介せへんのは違うから。よいしょよいしょ、もう飾っちゃってて。じゃーん、これずっと欲しくて、あ、開けよっかな。これずっと欲しくてさ、裏の方がいいんか、横面とか。これです、カップ、かわいいチョパ、あのなんか下から見上げてくれるやつなんですよ。え、ずっと気になってて、これ絶対可愛いやんって思ってたら、あー、くれた、優しい、ありがとう、嬉しいよー、嬉しい、可愛い、嬉しい、お手紙もで、めっちゃ可愛いものがあと一つあって、あれ待って、お手紙どこやったっけ、あ、こっちか。可愛いのがあって、ヘブじゃーん、待って、これ映る、ちょっと微妙いな、ネックレス。ちょ、銀色で、あの、映っちゃうかも。ちょっと待って、ね。わからんけど。かわいいんですよ、とりあえず。テカリ具合だけな。テカリ具合だけ。ほらほらほら、見て、めっちゃ可愛くない？かわいいよね、めっちゃくちゃ。嬉しいよね、かわいいよね、嬉しいよ。あとは、あとはですね、まあ、恒例の、まあ、お手紙もありがとね。お手紙はちょっと見せれないんですけど、ちゃんと見て、ちゃんと保存してるんで、私。はいはいはい、手紙もね、まあ、ラストはこれですよ。じゃーん、シール。これはマジで、もうほんまに飽きるたびにな、叫んでまうんよな、結構。結構、まあ、これは結構もういい、いいクラスですよね。嬉しいですね、めっちゃくちゃ。イハレとこまだまだあるからね、嬉しい、嬉しいですね。一旦見る、でも一旦見たんですよ、これは。これは一旦見て、めっちゃいいんですよね、それが。結構トレード行く、何、何がいい、トレード。じゃ、レナが結構、レナあげられへんやつ一旦出すな、いや絞るわ、これあげれないですね、これはもう携帯の裏確定で、これもあげれない、これもちょっと嫌かな、嫌です、嫌ですとか言ってなんかあげるつもりなの、つもりなの、笑える、うるっちいよな、うわーい、あげれないですね。え、マジ今回マジあげられへんやつばっかりでごめんな、みんな。ちょ、今までさ、ちょっとレナが出したさやつはちょっとあげてたと思うねんけど、今回は結構あげられへん感じで、感じなんですよ。結構
え、ルッチエグかっこいい。2枚もあるやん。あー、エグー。いや、最後はこれですよ。もう光りすぎて、いくで、見とって。もうほら、見えへん。ほら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 。いや、手とか動かしてないけど、自ら発光してる。もうこれが、これ自体がすごいっしょ。いや、マジ自ら発光タイプ、これは。あー、いいですよね。嬉しいですよね。え、でも以下も嬉しいですね。ルフィも嬉しいよな。まあまあまあ、ちょっと待ってよ、一旦シールコレクション見るわ。今ゾロが出てないねんな。そう、ゾロおらへんねんな。あれな、悲しすぎん。ゾロ、ゾロいないんですよ。ブルックさんも1枚なんだよね。だから嬉しいです。1回。冷蔵庫見てる。え、ナミエグい、かわ、エグかわいくない？ちょっと待って、これはもう近くに見てほしい。ここか、いいじゃん、ここ。え、めっちゃいいよねこれ。25周年のあれか、嬉しい。え、でも前をなんか冷蔵庫に貼ってもたらさ、携帯の裏に挟むっていう選択肢がなくなっちゃうから、なんか迷ってんねんな結構。でも貼りたいし、見てたら幸せになれるし、冷蔵庫貼った時も幸せになれるから貼りたいねんけど。そうやねんな。3時だ、3時。え、3時嬉しい、やった、嬉しい。ジンベイいいよね。エロビンも結構いい。エロビン嬉しい。これ嬉しすぎひん？これめっちゃ高いでしょ。もう5000円ぐらいで売れんじゃない？行く？メルカリ行く？このロビン。自分はロビンとハンコクが好きですね。マジわかるけど、ほらどうする？このロビン、レナがもうメルカリ行ったら、ファンの人からもらいましたって言って。え、もう見てよこれ、かわいい。キラキラしてる。ほら、ここでも光っ、どこやこれは。え、かわいくない？これいいですよね。あ、ここだ。ほら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 、何よこれ。もうちょっと待って、見える？みんな文字。見えへんか、調べてください。ぜひとも調べてね。もう全部良すぎて無理。どれを保存せえへんか、どれを保存して、見えないか、文字書いてるんですけど、どれを保存してどれを保存せえへんかが迷うね。え、調査フィギュア開けたいな。開けていい？チョッパから開ける？え、でも開けた方がいいよな絶対。これ開けるためのものやもんな。けど箱も可愛いからさ、箱も可愛いから置いときたいけど、でも置いときたらさ、またお母さんが来た時にさ、なんであんたはゴミを捨てないの？捨てられない人？もしかしてあんたって、とか言われるのが嫌だから。捨てます。お母さんにコンビニのさ、もらったお手拭きとかさ置いてたらさ、
なんかこんなのなんで置いてるの、もう濡れてないじゃん、乾いちゃってんじゃん、なんで置いてるのって言われて、いつか使うかなと思ってみたいなっていう喧嘩をね。え、箱のまま、やだよ箱のままなんか飾ったら、だって見られへんやん、上から下から見てくれへんやん、チョコもみかんもう箱ぐしゃぐしゃの音してない、ぐしゃぐしゃの音してるべこれ今。オッケー、あー明日も早起きでーす。なんで箱ぐしゃぐしゃを変えるかとか今のとった、もう畳み終えました。ここだけさ開くとかならまだいいけど、畳み終わってた。部屋はマジで綺麗やで。いや箱のままね飾ったらさ、あかんねんあかんねん、箱のままな飾られへんねんけど、だって可愛いやん絶対生身の方が。え、なんで箱のままさ飾る人って箱のまま飾るん、大事に大事にしまわれている、チョコかわいい、かわいい、ちょっと上から目線で下から見てもらおう、何これかわいすぎる、見てみんな、ほらこっから見たら下からな、あら見てくれんねん、こうこういうこういう画角で下向き、うつむきチョパもできる、うつむいてるの、上を向いて生きて、上を向いていきました、かわいい、いいですね、ここがツルツルでそこえ、ツノめっちゃ好きで、レナチョパってこっちが3本でここ2本なんですよ、これがめっちゃ好きで、レナなんか分からんけど、ここのなんか角が結構好きで、多分そんな人あんまりいないんですけど、角好きなんですよ、角、うなずいてくれたね、はい来てます、ちゃんとちょっと来てます。次、え、ニカ開けるよね、そら箱って置いとう方がいいかな、まあ、チョコは絶対にもうあの誰にもあげへんしあれやからあれやけど、なんかニカは確かに箱の中に入っとっても可愛いかな、透明やし、うわっありやな、どうしよう、え、どうみんな、こう中だけ取ってなんていうの、一旦それでやってみるな。いや売らへんって、いやいや分からん、確かに売るとき必要やもんな、確かにな、売るとき必要やからな、迷いどこやろな、この中入ってたらマジ見えへんな顔が、うん、もう積み上げるほどのさ場所もなくて、エグかわいい、頭がやっぱりいいね、おお、ちょっと待ってな、みんなには見せません。急にちょっと待ってね、フィギュア、フィギュアさ今さマジで床に置いてんねんな、ちょっとあの片付ける時間がなくて、棚を棚片付けてここに全部飾ろうって思ってるんやけど時間がなくて、え、行くで、これとこれでかこう飾るかかか一回この中にしまって、え、2匹しまうとかどうよ、
入らへんか。チョッパーの頭がでっかいんだな。かわいい。でもあ、でもちょっとつめつめすぎる。あかんな、つめつめやから。見て感じかな。なんか揺れてまうし、やっぱりこう、こう言っとく。どう、これやば、待って、めっちゃ透けてた。やっぱり見えてるんか、やっぱこれ。え、なし、箱出し。やっぱりその方がいいかな。え、なんかおろおれたんやけど、みんなに。え、でもこの箱可愛いから取っておこう。あ、確かにこの箱が可愛いから、この箱の上に置いとけばいいってことですかね。でも2匹も乗らないよ。乗るわ。こういう感じ、感じですか。え、可愛いやん、めっちゃ。どう？で、箱の中になんか入れようよ。ツム入れるわ、ツム。ツム入れる。ツム入れるわ、この中にツム。いいやん。これナイス、結構。いいやん、出ました。ツム入れるわ。ね、ねえ、ツム入れんのあるよな。そうするわ、ツム。かわいい、見られてる、二人に。ファンサハロー。めっちゃいい感じやん、かわいい。かわいいっすね。こんばんは。こんばんは。はい、はいよ。え、マジでさ、最近ほんまになんかやばい、眠いとかじゃん。え、今日もさ、なんか正直寝てたんよ、待ってる時間に。キッチンカーまでの時間に寝てて爆睡。爆睡してました。かわいい、知るよ。でちょっと元気になってキッチンカーに行けたので良かったです。でも今日の朝もあれ飲んだ、頑張るやつ飲みました。めっちゃ寝てた、すぐ眠っちゃう。時間までに朝らね、起きるでしょ。時間まで寝てたらさすがにもうそれはな、もうレナ以外の人もやばい人になる。そう、タオルずらして寝てた。いや、翼は生やしてないかな。あれ効かへん、なんか全然。もうでも朝に瓶飲みました。昨日公園、え、なんかさ、今日メイクさんにもめっちゃ笑われた話があって、なんかなんかさ、日焼けめっちゃしたかもしれん今日で。なんか顔が真っ赤っかになってて、大丈夫かな。え、何やったっけ。何やったっけな、何言おうとしたっけ。そっか、キリナも翼生えてるから。
キュートピー何それ。あ、メイクさんにめっちゃ笑われた話があって、なんか昨日公演だったじゃないですか私で、なんかめっちゃメイクしてもらうときに眠眠みたいな言ってて、なんかあの昨日はなんか遅くに寝たんですかみたいな言われて、でまあ2時とか3時、まあ、結構早い方で、でなんか結構なんか起き、あ、寝てた、寝れましたけど眠いんですよみたいな、レナは、いやレナはっていうか、なんかあの公演の公演回復しないんですよみたいな、もう5日間寝続けな体力回復しませんっていう話をして、そうそしたらバカ爆笑された。特にいい公演は、まあ普段の公演だったら3日、まあ、3日寝込んだら元気になるんですけど、いい公演は結構あれかな、5日ぐらい欲しいかな。制服の目は4日ぐらいかなって感じ、それぐらいかなって言ったらめっちゃ笑われた。いつかもガッハ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 ってね。それでも3日、え、そうやねんな、寝ちゃう、怪我して怪我していいよ、日焼けしたからいいです。え、今日日焼け止めも塗らずに頑張ったんで、塗らずっていうか塗るつもりなくて、別に全然塗るつもりなかったけど、だから焦げてないかな、焦げれない、綺麗な体力あるって書いてあった。え、本当？本当に？え、来週生誕祭なん？ほんまに？待って待って、今何日？何にも考えてなくてやばい。え、今日とかさ、なんか誰だっけ、ゆあとこっちゃんとみゆちゃんになんかご飯食べてる時かな、かきれな絶対ね長いでしょみたいな、もう20分ぐらい話すんじゃないとか言われて、そんな話さへんってみたいな、もう早く終わったるからみたいな言ったら、なんか「え、待って待って、え、まだまだ」とか、絶対何回もやるんでしょとか言われて、そんなそんな、いい公演がきつくないと思ってる、逆にみんなあれがきつくなかったらすごいよ普通にすごいよ普通に言っとくけど普通にすごいよ1週間後なんやだからなんかまあ話すことをちょっとまとめないとやばいんですけど、マジで話すことがなくて、でも生誕のディスプレイとサイリウムが楽しみ、まあ、なんかかきれ直しじゃない人にサイリウムカーラーを振らすっていうのはちょっと抵抗があるんですけど、まあ協力してもらってすいません振ってくださいそれが一番楽しみですね。スピーチとかはもう全く何にもわからない、アイドンの多すぎて、誰か考えて、なんか楽しいこととか話してまいそう、誕生日お母さんが来てとか、でもそういうの話したらちびっ子たちがちょっと3人ぐらいアウトになっちゃうから今日前髪切ったねんな、一昨日も前髪切って、いい公演の前にメイクさんに前髪切ってもらって、コール巻くからその機能の前髪がめっちゃなんか結構長くて、で潰したらもう目かかりますみたいな言われて、え、じゃあ一回切って、もう切れますみたいな、今日だけのために切っていいの本当にみたいな言われて、いやでもタオルで潰れたら目が痛くなるので切れますみたいな言って、んで着てもらった。そしたらめっちゃこんなに短くなって思って、でもなんか切った後にメイクさんがなんか、うん、一応なんか控えめに切ったけど、もうちょっと切るって言われて、いやいいですいいですあぶねー、これ控えめやったんやとか思って言ってないけど、大丈夫ですって言って、危なかった、セーフセーフと思って、結構ねなんかガスガスガスって切られてるなと思って、レナここにティッシュをやって、で目をつぶってこうやっていたんですよ、髪の毛が目に入るからね、なんか結構バサ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 って音がするなと思って、大丈夫かな、なんか最初はなんか、え、かきれなここで切るとか言われてメイクさんに、いやいや切らないですよみたいな言って、
結構切ったね。これさ、タオルあるからさ、まだこういうね感じだったんですよ。こういうだけどもうタオルがないから普通に結構短くてマジで笑える。どうみんな。でもさ結構巻いてる時とかもあったから、そっから考えたらこれぐらい切ってるからさ、どう、こっちの方がいい、前髪長い方か短い方。最近触覚も短いから長いにしとんねんな、なんかめんどくさくて気づいたら伸びてる。こばねえ、お前なっちゃうわ。確かに前髪切ったねって誰にも言われてないねんけど。大丈夫みんな。気づいてたみんな。めっちゃ切ったのに。触覚いいよね。でも本当はこの長さなんですよ。けどもうここら辺が伸びてきてこうまとめて下ろしてるだけ。前髪気づいてよ。かわいい、ほんまに結構短くて大丈夫かなと思って、同期とかにもさ、なんかあのいや同期はあれですよ、ゲームそう、みんなね、みんなファンのみんなってことよ。同期はさ、メイクさんに来てもらっとうからさ、そうそうそう、みんないたからあれなんですけど。前髪長かったら、なんか楽やけど大変。でもどっちが楽やろうな、分からんな、分からんな、どうやろうな、どっちも大変かも。なんか短かったら浮くから、絶対朝起きたらドライヤーしなあかんし、まあ、ドライヤーは絶対するけど朝は。違いには気づかない。いや、ファンでしょ、気づいて。てかファンの人でも気づいてなかったねんけど。いや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 、気づいて気づいて、おかしくないから。いやいや、短かったら気づくから、普通に3ミリでも気づいてほしいわ。それは言い過ぎか。それは分からんか。それはね、分かんないね。前髪って結構印象変わるくない？でも切ったら、まあでもなんか短いところからもうちょっと短く切ってもあんまり分からへんね。巻いてる人がここまで切ったら前髪作ったレベルで分かると思うねんけど、まあ仕方ないってことですよ。許してあげるってことですよ。ちょ、眠いな、眠いから寝よっかな。なんかみんなと話したいけど、もうちょっと。寝るか迷う、眠いな。でも明日も朝やんですよね。健康生活はストレスだからさ、レナからしたら。かわいい、マカロン、マキャロン、よかった。レナの顔の方が小さくて。よかった。かわいい、ありがとう。みんな健康生活って結構健康じゃなくないってレナ小学校の頃から思っててさ、なんか小学校の頃からさ、なんか朝起きるのは大事みたいな言うけどさ、アメリカとかはなんか朝はストレスになるし、なんか成長とか止まるやん、ちっちゃい子とかとか、なんかランドセルとかさ重いからあかんやん。やのにさ、日本の小学校とか置き弁ダメでーすとか言うでしょ。ダメ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 です、そんなん言ってたら。いいんですよ、置いても重いのでね。で、登校の時間とかもさ、マジさ10時とかにしてほしくない？仕事の通勤時間とかも。え、マジさ、もう身長止まるってってずっと思ってた。高校とかにもう伸びてないのにずっと思ってた。高校とかからも、高校でも思ってた。おかしくない？普通に。だって、え、中学の時とかマジでやばかったもん。もうこんな後ろに体なりながら帰ってたもん。登校時、下校時、
やばいよな普通に。だからなんか健康生活は健康じゃないと思います。え、でもなんか夜寝てもダメだってさ、寝るやん夜何時に寝るじゃん。逆に逆に、まあ、早く寝て早く起きる生活やとして、何時に寝よう。夜8時とか8時おかしくない？8時とか実現せえへんけど夢だけ語っとく。ほら11時とか12時にさ寝てさ朝の5時とかでしょ。5時とか、まあ、朝の6時、まあ、7時にしようじゃん。間を取って朝の7時でしょ。ダメだよ7時間とかしか寝てないやん。10時間は寝なさすがに。じゃないとね、まあ、みんなも成長期やと思うし、はい、レナも成長期なのでダメだと思います。そんなになんか睡眠時間が短いのは健康生活じゃなくて不健康だよ逆にね。だから学校の登校時間は10時にしてください。本当に本当に本当にダメだよって思いましたね。結構思ってましたね学生の頃は。マジで学生の頃はマジでもう毎日えガチの毎日友達とこれ言いながら学校まで行ってた。高校の頃とかえマジで毎日マジで毎日マジで毎日言ってた。もう眠すぎて。でもなんかちょっとまあそんなにはそれなんかめっちゃ早くはないけど寝よ寝ます。え待って、もうなんかさ正味寝たいけどなんか配信終わってお風呂入るやん。で自主練していつも寝る流れなんですよね。でなんか例えば今日とかやったらさなんか早く配信終わって早くお風呂に入って早く自主練して寝ようみたいな思うやん。んでなんか配信終わる時になんか想像すんねんな。今から配信切ってお風呂入って自主練して、え自主練、え自主練、えもうそこでいつも突っかかるねん自主練の想像に。嫌で突っかかっちゃって、よしこの話もしとくかこの話もしとくかとか言っとったらマジこんな時間になるから寝ます。ちゃんとっていうかちゃんと自主練まで早くたどり着きます。えマジ配信とか終わってもさここでさずっとこうやって携帯いじっとんねんな。こうやってで時間とか見て、えーやばいやんお風呂入らな、みたいな結局入らへんから。そうやねんな。携帯何してるの？動画じゃないわ、ドラマとか見てる。ドラマ見てますね。結構2個今結構なんか2個ぐらい見てる。2、3個見てる日本のドラマだから、ちゃんと踊って風呂行って踊って、うん、さすがにやばい。自主練なしは自主練なしはちょっとやばいので、なんか時間って止まってくれたりせえへんよな。一旦止まってくれたりせえへん一旦無理。みんなで言ったらいけんじゃんとか言っとったらほんまにやばいから寝ますね、ちゃんとお風呂はあのもう時間がないので、なんか人生においてなんか私はできない人間だから、その時間をなんか有効にね使えない人なので、お風呂はもう湯船最近入ってないです。悲しい悲しいよ悲しい。確かに、あー寝よっかな、自主練してね、早めに寝ます。え頑張るわ。
疲れ、え、でもそんなにそんなに疲れてないですよ。うん、案外、うん、案外全然大丈夫かも。大丈夫です。そう、うん、バイバーイ急にバイバーイはい、終わります。え、マジで、あの携帯切ったらマジすぐお風呂入るわ。絶対入る、絶対頑張ります。ありがとう、たくさんプレゼントも紹介してないのもあるけど、今回じゃなくて、うん、埋もれていっちゃう。バイバーイ、バイバーイ。入ります、ちゃんと。みんな正当性は来てね今からそうやねん。結構マジさ、あのめっちゃ片付けなあかんねんな。プレゼントいっぱいさ、なんかこれでーすピョン、これでーすピョンってやってもらったから、はい、ケーキなくて。そうやな、けど生誕祭来てください。みんな配信終わった後の顔とか想像せんとってめっちゃおもろいねんけど、それでも配信終わったらすぐバブルでボイメ送ってるから、まあ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 、そんな中こんなんにはならへんおもろあーすみー、めちゃめちゃめちゃゆけいさんね、ありがとう。でもこれとかさ、マジ一生そのままなんやけど、多分もうずっとそのまま、お母さんが処理してくれるまでこれとかそのままやと思う。まあそんなんでもいいじゃないですかうんうん、バイバーイ、おやすみ、みんなも早く寝てね。あとあれ気をつけてね、熱中症気をつけてください。ってことで寝たいと思います。まあ寝る前にお風呂ですけど、バイバーイ。